どうも皆さんこんにちは、着バスです。本日はですね、対象者限定 JAL 国内線ステップマイルキャンペーン解説ということでやっていきたいというふうに思います。今回のキャンペーンではですね、国内線に搭乗すると JAL マイルがね追加でもらえるキャンペーンというふうになっておりますので、今回の動画はねちょっと短い動画になってしまうかもしれないんですけども、結構ねお得なキャンペーンというふうになりますので、ぜひね最後までご覧いただければなというふうに思います。ではね、キャンペーンの概要ですね。期間は2020年の12月の1日から2021年の3月の31日までっていうふうになっております。こちらね、エントリー必須というふうになっておりまして、エントリーする前にですね搭乗した分は積算不可っていうふうになっておりますんで、確実にねエントリーしていただければなというふうに思います。でですね、対象路線は JAL 国内線全路線というふうになっているわけなんですけども、ジェットスターが運行しているコードシェア便については対象外っていうふうになっております。対象運賃がフライトマイル積算の全運賃というふうになっておりまして、またですね、おともねマイル、特典航空券、どこかにマイル、またですね国際線の航空券の国内区間、また JAL オンラインの発券は対象外っていうふうになっております。でですね、積算時期に関しては2021年の4月末っていう風になっております。でですね、今回のキャンペーンでもらえるマイル数なんですけども、期間中にですね搭乗回数によってもらえるマイルが異なるっていった形になっておりまして、1回ね搭乗すると500マイルがもらえるっていった形になっておりまして、2回から3回の場合は1200マイル、4回から5回の場合は2500マイル、6回から7回の場合は3800マイルということで、8回以上ね搭乗した場合は5000マイルがねもらえるキャンペーンというふうになっております。こちらね、積算されるマイルに関してはですね、通常のマイルと別に付与されるっていった形になるわけなんですけども、こちらはですね搭乗回数においてもらえるマイルについては、こちらね足し算されていくわけではなくてですね、5回搭乗したらですね2500マイルがもらえるっていった形になっております。またですね、今回のキャンペーンについては JAL グループのですねフライトマイルが積算対象運賃であれば対象というふうになりますので、ツアーでね乗った場合って積算率がね下がるわけなんですけども、こういった場合であってもですね、今回のキャンペーンはね対象っていった形になりますので、まあ GoTo トラベルとかですね行って帰ってきたらですね、それだけでね1200マイルがもらえるっていった形になりますので、またね先ほども言いました通り、通常のマイルとはね別で付与されるっていった形になりますので、かなりね獲得しやすいかなというふうに思います。またですね、今回のこのキャンペーンについては専用のね URL っていうのはないっていった形になりますんで、キャンペーンのページ自体はですね JAL のねホームページログインしていただいて、マイページでね確認していただければなっていうふうに思います。またですね、冒頭で対象者限定っていうふうなね話をさせていただいたんですけども、こちらですね JAL のマイレージデスクに電話すると対象じゃない方もですね登録することが可能っていった形になりますんで、基本的にはですね誰でも登録できるかなというふうに思いますので、もしね JAL のマイページにログインしてこちらのキャンペーンねなかった場合にはですね、 JAL マイレージデスクに電話していただいてエントリーねするようにしていただけたらなというふうに思います。またねこちら電話する際なんですけども、キャンペーン名をね伝えるとスムーズにね登録することが可能っていった形になりますんで、この点もね覚えておいていただけたらなというふうに思います。それでは次にですね、航空券を買う場合なんですけども、JAL のね国内線に関してはですね、楽天がね運営している楽天リーベイツっていうねポイントサイトに JAL のね国内線もツアーもですね案件が出てるっていった形になりますんで、まあ、こちらね 1% 還元ということで微々たるものではあるわけなんですけども、まあ、もらえるものはねもらっといていただきたいなというふうに思いますので、 JAL のね航空券を公式サイトでね購入する際はですね、ぜひね経由してね購入していただければなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今回ですね JAL 国内線ステップマイルキャンペーンということで解説させていただきましたけども、ちょっとね短い動画にはなってしまったんですけども、 GoTo トラベルとかのねパックツアーでもですねこちらのキャンペーンでね追加マイルがもらえるというふうになりますんで、獲得しやすいというふうに思いますんで、ぜひねエントリーしておいていただけたらなというふうに思います。またですね来年ですね JGCC をね検討している方であれば、このキャンペーンについてはですね8回以上ね乗れば追加で5000マイルがねもらえるっていうふうになりますんで、8回の搭乗はね、まあ、間違いなくねされるかなというふうに思いますので、
ので、ぜひね、活用していただければなというふうに思います。今回のこのキャンペーンに関してはですね、対象の方と対象外の方がね、いるというふうになっておりまして、対象外の方についてはですね、マイレージデスクにね、電話しなきゃいけないわけなんですけども、搭乗予定がある方に関してはですね、ちょっと面倒ではあるんですけども、電話してね、エントリーしていただければなというふうに思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。